はい、じゃあ14階に、来ました。14階の77平米の2ベッドルームに行きましょう。はい、まあね、28階だ30何階だってあるんですけど、まあ高いところがねやっぱダメな方いらっしゃいます。前よくやったのがね、低層10階までで探してくれっていうお客さんがねいらっしゃいました。まあそれぞれ皆さんお考えがありますよね。はい、いざという時に逃げたいとかね、まあいろいろ当然お考えがあるんで、上の方が見晴らし、まあ風通しも良くて、葉虫も飛んでこないんで、季節が良ければもう開けっぱなしにしてね、はい、過ごせるよっていうのがいいよねっていう人もいれば、いやいやもう上はもうちょっと嫌なんですと、はい、低層階がいいんですっていう方もいらっしゃいます。はい、ここはね、ちょうどまあ14階だから低層階ってわけでもないんですけど、はい、でもまあまあ、はい、そんなに高い等階ではないということですね。見ていただければわかるように、M2 棟の北向きなんですよね。上に行くと、レイクビューがわーっと見えてました。まあ、14階まで降りてくると、ちょっとそこまでは行かないですけど、まあでもなんとなく下の方が地面に近いんで、安心できますっていう方もいらっしゃるんですよね。はい。ね、ちょうどね、M1、M2、M3 の共用部分がちょうどね、こういう庭になっててね。まあ、小さなね、幼稚園児までのお子様をお持ちの方であれば、ここでよちよち手を引いてね、散歩とかすることもできますよね。はい。そういうスペースが、もう下にすぐ見えてますよね。はい。これが M3 棟、こちらが M1 棟っていう風に見えますけども、ちょうどね、M1 と M2 のちょうど真ん中あたりに位置してるので、まあそんなにはね、近づいてないんで、多少向こうまで距離がありますから、まあ、あまり気にならないかなと思います。はい。この高さですね。この高さがちょうどいいんですっていう方いらっしゃれば、はい。まさしくドンピシャの物件じゃないかなと思いますね。はい。メインベッドルームにもテレビがつきますよね。で、まあ、見ての通り、広々としたベッドルームですよね。77平米の2ベッドなんで、はい、こんだけね、こう隙間がこうできて、余白ができていい感じですよね。はい、読書棟があって、キャビネットがあります。で、メインベッドルームに通じるバスルームがこちらにあります。はい。で、ここも、ウォシュレットがついてますよね。うん、ウォシュレットがついて、ウォシュレットというかヒップシャワーですね。ついてます。で、洗い場がね、まあちょっと狭いですけども、洗い場がちゃんとついて、で、ここで洗ってね、うん。で、バスタブにポチャーンとこう入ると。まあお子様小さなね、幼稚園児ぐらいまでの一人お子様いらっしゃる3人家族でもまあ十分対応はできるかなと。ここは、日本人学校のバスなんかも、来ますから、あと日系幼稚園のバスなんかもね、もちろんたくさんいらっしゃるので、この下には毎朝、スクールバスが来てくれます。はい、そういう物件ですよね。で、もう一つのサブベッドルームがこちら。まあ、これはそんなに広くはありませんが、一応2ベッドルームなんであります。はい、こんな感じですよね。外はもう、はい、こんな風な景色が見えてて、ビンスクールが見えますよね。うん。まあまあね、サブでも大きなベッドが入ってますよね。はい。で、クローゼット。で、ビルトインのエアコンが、あります。はい。シーメンス社、ドイツ製のエアコンですよね。はい。こんな感じ。で、2ベッドルームの2バスルームがここにありますね。はい。今度はグラスシャワーですよね。バスタブはつきません。バスタブは一つだけですよね。2ベッドルームの場合、一つがバスタブ、もう一つがこのグラスシャワーになるというような設計になっています。はい。77平米の2ベッドルームです。どうでしょうかね。はい。こんな感じ。まあ、おぉ、これ大きいな。はい。サムスンの薄型のテレビ。これ大きいですね。これは大きい。はい。大きなテレビを頑張って入れてくれてます。うん、そこはビンスクールが見える。このビューね、この高さ、14階です。14階。はい、こうですね。ほい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 。お、洗濯機は、あ、こっちか。洗濯機はここにあるんですよね。乾燥機能付きの洗濯機です。はい、くるくるのやつは、まあ、つけてはないんですけども、まあ、交渉はできますけどもね。で、パッと広げてね、こういう、引っ掛ける。
物干し竿なんかもこう、置いてくれてますよね。あとはね、もう細かいのは大体一緒ですよ。お鍋大中小、フライパン大中、はい、シャープの炊飯器、もうみんなね、もうハンデついたように同じものを買われますから、まあここでね、差別化することはあんまりないんですけど、ちゃんとこの辺はね、でもなんか LG の観音扉の冷蔵庫がね、必ず来るみたいな。時々頑張るオーナーは日立のね、冷蔵庫を入れたりしてくれますけども、インバーターのね。はい。まあ基本的なところは、はい、全部同じような仕様になってますので、はい。まああとはね、形であったり、階層であったり、向きであったりが違うだけですね。はい。ここは14階のそんなに高層階ではない、2ベッドルーム77平米のお部屋なんですよね。はい。低層階の方が、できれば上よりも下の方がいいんだという方、はい。で、まあ、包帯のビューが見えたらなおいいかなというような方は、この部屋はおすすめですよね。はい。いかがでしょうか。